金があるととにかく人が寄ってくるんです。それこそクラブとか全部貸し切って全部お金出してあげるとか札束をドンって置くんです。これ本当にあげるよって言うんです。そうすると、え、本当に脱ぐだけとか、そうやって話が変わってくるんです。いやな、性格だね。そう、でどれくらいの期間働いてたんですか。3年ぐらいです。あ、そう、何年前ぐらいですか。20年ぐらい前です。あ、ちなみにすごいここ大事なんですけれども、いくらぐらい稼いでたんですか。1位の時ですか。1位の時です。1位の時、チップとかなしでですか。いや、もう全部込みで、その、なんか、大体でいいんです。1000万ぐらいかな。1ヶ月、そうですね。だけど、お給料だけだったら4、500万です。トップ YouTuber ぐらいのことよ。あのさ、なんか頑張って多分1ヶ月使っても減らないよ。なんかもう頑張らないと使い切れない。いやでもさ、店全部貸し切ってみんなにおごるわみたいな感じのことやってるからさ、やってもさ、200万とかで全然いけそうじゃん。大学生の時ですもんね。そうですね。みんなのアルバイト、すごい世界があるもんだね。え、今もあるんですか、その会社って。わからないです。インターネットとかにも出ていないし、どこにも宣伝とかってないので、どうやってそのお店にたどり着くんですか。うん、いやだから、その一番最初私がカラオケ店でバイトをしていて、うんうん、でカラオケ店の店長さんの奥様が、あ、そうかそうか、たまたまやってて。そうです。でもお客さん側ではどうやってつながるんですか。お客さんとしてちょっと僕もちょっと興味今あって、うん、それはね、多分無理だと思います。もうそれはその専用のなんかこう、そうですね、ルートじゃないと。そうだと思う。ガーシー的な、もう誘われたことあるんですよ。おい、そういうお仕事に。で、それはなんでやらんかったの、もったいな。海外から来るプロのサッカー選手とか、もう本当に俳優さんとか、うん、そういう人たちが泊まるめちゃめちゃ高級なすごいホテルに行くんです、うんうんうん、で、それはもう決められたこう女性だけがいて、その後にその恋愛に発展するも何もあるけど、うん、その一晩がもうめちゃめちゃすごい金額みたいな、うん、何やらんかった。いや、普通にエッチっすよ。もしもさ、なんかやっぱアリちゃんちょっと You are beautiful。 いや、その中にはいました。 I want you my wife みたいな。やっぱりその何、ドバイのなんか石油王とかなんかそういう人たちもいるから、うん、その中には気に入られた子はそのまま奥さんになるとか、そういうなんか話もあったんですけど、うん、なんか怖くなっちゃって、裏でそんな世界があるんだと思って。それあるよ。でもそれもコネですね。よく断れましたね。いや、なんかやるのに対して結構多分なんかすごいビビりなんです。すごい。 そこだけです。なんで断れんか、人が断られたわけじゃないか。男の人はあんまり断らないから、男の人ってあんまりなんかエッチに対して、そんなことないです、それ差別偏見よ、あんた。ごめん、男だってね、大事にしてる人はいるんだから。ごめんなさい、うん、でも誘われてっていうか面接があるわけやから、誘われたものの別にそれでいけるわけじゃないもんね。面接を受けてみるみたいな感じになるもんね。もうお客さん側いくらぐらいなんですか、1回。わからないです、それが。そういうのは全部お店側から聞かされないので、そもそもこのお客様は1時間いくらでその分のお金、うん、私がなんでこのサービスをしてこの額をいただけたのかっていう、その額の理由もわからなくって、だからそれこそ1時間5000円とかそういうのが分かってたらなんとなくわかるけど、うん、何も聞かされないので、うん、へえ。それ余計なことは聞くなっていう風だったんですね。その面白い会社だね、本当に。で、怖いですよ、すごく。まあ確かにすごく怖い。何の額やったんやろうってなるもんな、これ。毎回同じ1人1回1時間というのをやったらいくらっていう風に決まってるわけじゃないってことですか。毎回額が変動。どうやってだってそれ判断してるんやろ。誰かがこう見てんのかな、これ部屋とか見て。怖い。あ、5000かさ、5000かさ、3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 、
ついてんでって性的な部分っていうのを満たすのが出張ホストっていうものなので、言葉ごめんなさいね、あの活かせるっていうんですか、そういうのとか、その失神させるとか、そういうとこまでは当たり前にやっぱりできないとなかなか失神させる、失神させる技を身につけてるんですか。だからそれをするためにやっぱりその体のこととか学びましたもん。失神は気持ちよすぎて失神。そうですね。でもいやでもそこまで本当かってなってるよな。
でもそこまでしないと私なんかは上がっていけないので、イケメンの方とかだったらそこにいるだけで大丈夫というか、うんうん、ある程度形になるじゃないですか、うん、勉強熱心なんだね、うんうん、勉強するしかなかったんです。何したら指針するんですか？いやちょっと知りたいよな、うん、ね、もちろん人それぞれだから何とも言えないけど、い指針ポイントみたいなのあるけど、うん、手間めっちゃ早いみたいな、うん、人によって違うけどもなんかおおよそみたいな、あの一般的なマッサージをしながら緊張をほぐしながらどういうのが気持ちいいですかっていうのを最初に聞いちゃいます、うん、こっちが、うん、で相手が望むことでここが気持ちいいっていうふうにまずそれを教えていただいて、それをもとにやります。こっちが勝手にやってあげて生かしてあげられる指針までっていうのは正直難しいんです、うん、そうじゃなくてもう最初に聞いてしまいます。こっちが聞いてこういうのが気持ちいいっていうのを教えてもらって、それを淡々とずっとやります。もう淡々とやります。だけどそのアダルトビデオみたいな激しいことはしないです。激しいことをすると絶対に女性は満足しないです。ちょっと私もこれからさ、どういうことが気持ちになるのって聞いた後にそう淡々とやろうかな。それはでも自分も楽しんでるんですか？例えばもうちょっと汚いけど自分ももう立っちゃってる状態で興奮しながらやってるんですか？それとも本当にそれはもう全然自分はもう何とも思ってないんで、仕事、うん、そうですね、興奮できなくなっちゃったので全部のお客様が勝負じゃないですか、うん、だからもうそういう変な興奮とかっていうのはプレッシャーみたいな、プレッシャーしかないですね、うん、この1回で失敗してしまったらお客様が逃げてしまうってなったらダメじゃないですか、うん、だから何も興奮とかはもうないですね。そう、もう仕事みたいなんですね。もうお医者さんみたいですね。もうなんか本当にそうだと思います。婦人科のなんか見たりしてるのと本当にそう、こうやってなんかその女性いっぱい相手にできてお金もたくさんもらえてお前いい思いしたなっていう風に言われること多いんですけど、実際は全くそんなことなくって、腱鞘炎にはなるし、あの手首が痛くて鉛筆すら持てなくなる。そんな技つけない。1日多分何回も。でもそれは最初の段階で私がちゃんとできてなかったからなんです。要は何でもそうだけど固定しないと痛めてしまうので、手でやるにしてもこの部分だけはちゃんと固定した、動かさずに指だけを動かさないといけないんです、うんうんうん、でも素人とかって手首も一緒に動かしちゃうからこれで痛めるんですね、で私はそれで一回痛めてしまったので大変な思いしたし、ちょっと待って普通に真面目に聞いてるけど、うん、すごい話だからなこれ、すごいことやからこれほんまにテレビとかで一切流せへんような内容やからなすごいね。ちなみに1日にマックス何人相手したんですか？20人ぐらいかな。20人。でもその2人でいらっしゃる時もあるので、でも同時にその時は2人とも出身とかもう満足するんですか？一番最初にお会いした方をいきなり出身させるっていうのはなかなか難しいです。行かせるっていうことはできますけど、出身とかぐらい なってくると快感というものに慣れていただかないとダメなので、医学的ななんかその分析慣れていただいてから出身っていうのがもう意味分からへんもん。出身したことあるそもそも出身したことありますか皆さん？ないです。ないです。出身してみたいですか？してみたいじゃあぜひでも出身された方はどうやって起こすんですか？起きてくださいよサービス終了みたいな、うん、でも本当にそうで、こうやってやるとビクッてします。はぁっていう感じで起きます。寝てたとかじゃなくて息を思いっきり吸いながら気を失う感じなんです。そうだから最初は怖かったんです。で、はぁーいって言ったらビクッて言って、これみんなビクッてするんです。なんでかわかんないけど多分気づいてないからですよ。シーシーってよくあるじゃないですか、Z コースターとかに乗ってその途中でこうなってで戻ったと思ったらあーそう多分それでまだやられてると思ってる状態だから起こすとあーみたいな、気づいてないんだと思う。失神したことない。ねえ、今もそのテクニックは具現在なんですか？どうでしょうか。なんとまあそういうのしようとは思わないですけどね。でももう逆にいろんな女の人とそういう行為をしすぎて
自分自身はもう楽しくなくなったって言ってたじゃないですか、うん、はい、もうそういう女性には興味とかなくなっちゃったりとか、どうなんですかその辺は、ご自身の性ライフ。あの表現が良くないですけど、自分が汚れちゃった気がして、うん、そもそもがお金のためにやり始めて、その借金を返すためっていうのだけでやって、うんうんうん、それでお金いっぱい稼いだんだけど、たくさんの人を傷つけちゃったので、人を好きになるっていうのがもう怖いというか、そういうことしちゃいけないっていうのがあります、自分の中で。なんかド M とかになってさ、女王様にこの豚野郎お前はいろんな女悪いことしてきてっていうペシペシされるプレイ、そういうお客様いた。あ、いたんだ。すごい人いた。もうやられたってことですか。はい、それ向きな気もする。その女王様が求める MO っぽさもある気もするわ。やめてくださいって言いそうだもん。逆にもっとピシッてやってやるみたいな。それでそっちに目覚めるっていうのは全くなかったんです。それは本にもなってるんですけど、本にもなってる。トラウマですね。もういやちょっとやっぱ本を読みましょう皆さん、ぜひね。気になる。うわ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 。だるま教室長の部屋っていう名前で YouTube をやってます。チャンネル名がだるま教室長の部屋。私がカメラの前で喋って、で編集とかは私の元教え子たち、うん、で教え子とその保護者様方がやってくれてて、みんなでやってる感じです。で経済的な問題を抱えていて、あの塾とか予備校に行くことができない方とか、シングルマザーとかシングルファザーの方に無料で指導をしています。ですのでもしよかったら利用してください、うん、なんかお金を要求するとかっていうのはもう一切ないです、うん、はい。なんかあの逆にもう全く性欲がなくなった方なので、吸い尽くされちゃった。そうもうあの逆に安全というか、実際に、ね、お会いすることはないんですけどね。あ、そっかそっか。お会いするメールで、うん、なるほどね、やり取りなので、はい、なんでぜひね見てみてください。概要欄の方にもリンクの方を貼っておきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。